間ヨガ。Tap here for your language. 40超えたら意味に任せて。こんにちは、意味です。離岸ヨガを私は毎日行ってるんですが、おかげさまでこの年でも白髪ゼロです。それだけでなくて、意味の美顔ヨガで白髪が改善したというたくさんの声をいただいてます。実際のドラムふみこさんの体験談をご紹介します。これまで私は育毛ローション、ヘアエステ、サプリメントなどなど頭皮ケアには多額のお金を使ってきました。それなのに全然効きませんでした。それが意味の美顔ヨガに出会ってから、なんと脱毛が止まり、薄毛が改善し、白髪も目立たなくなってきたんです。これからも豊かな気持ちになれるように続けていきます。誠にありがとうございます。美顔ヨガにはヘッドマッサージがほぼ必ず含まれています。これはヘッドマッサージを行うことで頭皮から顔を引き上げる効果があるからなんです。同時に頭皮自体の状態を良くするのにも貢献するんです。意味のヘッドマッサージが白髪改善に効果的な理由は、頭皮の血行を改善することにあります。毎日の仕事や生活の中で私たちの頭皮はストレスで硬くなっていて、血行がとても悪いのです。その結果白髪になっていきます。一度白髪になったら絶対元に戻らないんじゃない？と思うかもしれません。だけどご安心ください。たくさんの人から白髪が黒髪に戻ったとご報告いただいています。白髪の改善だけでなくて、薄毛の改善の報告や髪にハリが出たという声もいただいています。私と一緒に20歳若返ろう。 Here we go。 肩を耳に近寄せながら息を吸ってぎゅーっと力を入れます。息を吐いて、息を吸って。力を抜いて、もう一度息を吸って。それでは、ここに手を置いて優しく呼吸していきましょう。意味の美顔ヨガへようこそ&お帰りなさい。今日も美しくなることを選択したあなたは偉い。反対側も。Tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind. 広告の間も手を止めないで。耳を軽い力で全体的に揉んでいきましょう。耳にはお顔を美しくするたくさんのツボが集まっているの。しっかりほぐせば、あなたのお顔の血流をせき止めていたたくさんの門が解放されていくよ。次は頭頂をマッサージしましょう。指の関節を使って毛根を一つ一つ活性化させていきます。あなたの頭皮がどんどん柔らかくなっていくのを感じるでしょう。頭皮の硬さを溶かしていくイメージをしましょう。頭皮はあなたの顔の土台。この部分をほぐすことで何倍も効率的に効果を引き出せるんだよ。ここの部分を使っていきます。側頭部を指の関節で優しくマッサージしましょう。ゆっくりと吐く息で緊張をリリース。そんなイメージで優しく揺らしていきましょう。あなたの頭皮の血行はどんどん改善しています。次は後頭部をマッサージしましょう。
後頭部も疲れがたまりやすいポイントです。しっかりと揺らしてあげましょう。腕が疲れたら肘をついて片方ずつやっても大丈夫。休憩しても大丈夫ですよ。次は頭頂部に指をこう入れて、優しく揺らしてください。指を左右に動かすことで毛根が刺激されています。手を上げているのが辛かったら肘をついちゃっても構いませんので、自分のペースでやってみてください。次は強さニュートスキンを手のひらで温めます。温めながら伸ばします。戻して今度は反対側です。広告の間も手を止めないで、肘をついて頭の重さでこうやってマッサージしていきましょう。硬いと。次は反対側も。次に手のひらで側頭筋をカバーします。じわじわじわーっと活性化している側頭筋を手のひらで包み込んで、血流が盛んになっているのを観察します。手の力を抜いていくイメージで肩を前回ししていきましょう。手の力を抜いて肩を優しく回します。はい、今度は反対後ろ側に回しましょう。呼吸と合わせながらリラックス。広告の間も手を止めないで。今度はこの辺ですね、前頭部の部分をこうやって指で捉えて揺らしていきましょう。指同士で頭皮を捉えてギュッと寄せるような感じ、こんな感じで生え際までやっていきましょう。
自分の頭の硬さに驚いた人も多いんじゃない？この硬さがほぐれれば人生が激変しちゃうよ。だからワクワクしながらほぐしていこうね。腕を上げているのが辛かったら肘を台について OK だよ。次は生え際の皮膚側の方をつまみましょう。これもつまめない人はこうやって皮膚と皮膚をギュッと寄せるような感じにしてマッサージします。生え際ってとっても大事だから、おでこの側からしっかりほぐしていこうね。もちろんおでこのたるみにも根元のたるみも引き上がってっちゃうよ。この辺をこうやって肩骨でグリ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 と刺激していきましょう。次は髪の中に指を入れてギュッと掴んでいきましょう。気持ちいい範囲でやってください。頭全体をやりましょう。広告の間も手を止めないで。サイドから頭頂をこうやって手のひらでしっかり押さえるような感じで、今活性化している頭皮の状態、この熱が頭全体にバランスよく広がっていくのを感じます。最後に軽く肩骨でトン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 と頭を叩いていきましょう。頭全体、頭皮全体を叩くことで最後に頭の中の奥の方にあった邪気を抜いていきます。イライラする原因だったりとか、頭の緊張だったりとか、そういったものが頭や顔のたるみを作っていた、その力みをどんどん頭からポン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 と引き抜いていくようなイメージ。頭皮の新陳代謝がマックスになってるから、この後ゆっくりと休んであげてね。たっぷりと水分補給も忘れないで。今日も丁寧に自分を大切にできたあなたは本当に素晴らしい。今日のあなたの一歩は未来のあなたの美しさに確実につながってるよ。またイミと一緒に頑張ろうね。それでは終わりです。イミの美顔ヨガのあなたのチャレンジをイミにシェアしてください。あなたのビフォーアフター写真をメールでお送りください。詳細は概要欄を見てね。ビフォーアフター写真をお送りくださった方にはイミさんからあなたのための美顔ヨガアドバイスを動画内で差し上げます。参考になったという方はぜひいいねボタンをお願いします。またの方はぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いします。今のあなたにおすすめの動画はこちら。ぜひ見てくださいね。